ございまして、白東京都五段原田悟選手。準々決勝最後の試合です。また一人優勝候補が出てきましたが、全日本の強化指定の中では残っている貴重な原田悟です。赤千葉県の牧田は初出場です。5段29歳の牧田、小柄な方が原田です。いつもは原田の方は何かこう粘り強さを感じるんですが、この大会はこう先に何かこう技を繰り出してくるような印象がありますね。そうですね、ずっと戦い方を見てたらですね、本当にこの相手をよく攻めてですね、確実にこの相手の弱点をついていくというふうな剣道が目立ちますよね。1回戦から白小柄な原田の方は5年連続8回目出場、選手64人の中で最も経験のある選手です。小手を狙っていった原田、8年前初出場で準優勝して注目されました原田。その原田の小手、原田面、小手を狙っていったのが千葉県の牧田。体が下がっています。原田の場合には持ち味は本人も話してますけれども、間合いの駆け引き、引き面原田。あとあの返し技ですよね。そうですね。相手が下がったところは必ずつけ込んでですね、やっぱり卒のないやっぱり攻めをしますね。進めてきます。今度は下がって間もなく3分経過、残り2分です。赤の牧田の方はここまで全て5分以内で勝っています。これベスト8に進んだ中ではただ1人ですよね。そうですね、技を出すときは全てこう打ち切ってるとか思い切って出してますよね。本人もそういえば応じ技ではなくて自分から攻められるようになったという話をしてますよね。攻めが柔らかいですね、非常に。柔らかい赤の背中、牧田、初出場の29歳です。原田が間合いを嫌いますが、残り1分、4分過ぎています。技が不十分でした。そうですね、原田君の場合はあそこがうまいですね、やっぱりね、はい、あの中間のところからですね、相手が手元を上げたところを固定というような形ですね。
原田の面。まもなく制限時間の5分になります。ちょっとこう手元が上がったところを原田狙ってるんですかね。そうですね。延長に入ります。準々決勝最後の試合、原田と牧田、白原田、赤牧田、8回目の出場で初優勝を狙います原田悟。詰めていったのが小柄な原田。時間無制限、先に1本取った方が勝ちになる延長戦です。相面です。ただ原田の方は牧田の面の間合いをこう見切ってる感じがありますね。そうですね、やはり何か狙ってるという感じですね。おそらく小手から入って面とかですね、そういう二段技でこう攻めていくんじゃないでしょうかね。原田の方が、はい、一本後手で相手が防いだらそこを面に乗っていくというような技も得意ですからね。その手元が上がりかけたところ原田下のもう面が飛んでくるタイミングは原田は十分分かっています。おそらくあそこで何度も面を狙ったらですね、原田は考えていると思いますね。次の技の展開をですね。延長に入ってから間もなく2分です。時間無制限の一本勝負。今は小手面からの連続技でしたが、石田さん、原田はどんな狙い持ってるんでしょう。そうですね、今の形でですね、もう少しですね、小手を狙いに行ってですね、しっかりと狙いに行って面に渡っていけばですね、面がもしかしたら当てたかもしれないというふうな場面でしたよね。今のは今もそう。小手やばい。試合が始まってから間もなく8分になってきます。延長に入っています。原田の面遠い。牧田が詰めます。今度は原田が詰める。延長に入ってから3分経過ですから、試合が始まってからは8分が過ぎています。下の小手はふっとこう上がりかけるんですけれどもね。そうですね、懐が深いんでしょうね、やっぱりね。だからなかなか踏み込んでいけないんですよね。あ、原田の小手うまく支えましたね。松田が面を狙うところは原田の小手が決まりました。寝言一本、この試合原田準決勝進出。松田選手対白東京都。いや、見事な最後は手ごてが決まりました。原田ベテラン、原田が準決勝進出を決めています。ベスト8からベスト4が出揃いました。結局初